堺奉行は、江戸幕府が、江戸以外の幕府直轄領内の重要な場所に置いた、遠国奉行の一つで、堺及び泉、河内領国の天領を統治した。前身は、中世に設けられた、堺満所である。堺奉行は、老中支配のもとに置かれ、上中では、不要の間席で、奈良奉行の自席。背は、り十同心五十人、足高は、 薬高千国、薬量減米六百国であった。駅務は、堺に出入りする船舶とその荷物の点検、防備及び、泉の政務であった。商事は堺奉行が取り計らうが、入り込んでいる事態は、大阪町奉行へ、その対象を任せた。中世、堺は海軍集らの自治により統治されてきたが、堺を、勢力下に収めた、織田信長は、商業、 貿易の用地である堺を統治するため、1570年に松井雄敢を境万所に任じたが、これが堺奉行の前身となる。豊臣秀吉の下で石田三成も境万所を務めていた。1600年、徳川家康が成瀬正重、与熱新庄、細井正成を境万所に任じ、これが後の堺奉行へと続く。原則として、 武行は一人であるが、元名の頃まで、剣務なども含め、複数人が武行として存在したようである。1614年に、堺は、幕府の直轄下となった。1615年の大阪夏の陣で全勝した、堺の復興の際には、堺武行を剣務していた長崎武行の長谷川、藤広が、地割武行、風間六右衛門に命じて、復興、区画整理を行った。 1618年に、堺満どころから堺奉行に改称した。堺奉行の存在感は、一時、木見勝忠が、石火線の奉行を兼ねるなど大きかったものの、大阪への経済集中と新山和川開作以後の、堺浦の大差現象による、港の衰退が重なって、重要性が相対的に衰退していった。それに伴い、境奉行の地位は低下していき、泉、 河内の天領に対しては、刑事と一部の公家ご事のみを管轄するのみとなった。1696年2月には、堺奉行が廃止され、堺は大阪町奉行の管轄となった。その後1702年11月に、堺奉行が再設置されたものの、引き続き大阪町奉行の指揮下に置かれて、よりき6期、同心40人に削減された。七百十一年になって、 旧制の十期五十人体制に復帰した。なお、天保年間には、堺奉行は、大阪町奉行へのステップとなり、矢部貞則、後部義介久世広正などがこのコースをたどっている。1867年8月、慶応の改革によって堺奉行が、再び廃止され、堺は、大阪町奉行の管轄となった。しかし、明治維新直後に、 大阪裁判所が、堺奉行所後に出張所を設置し、ほどなく、堺役所と解消。そして、1868年6月に、大阪府から分離する形で、堺県が発足すると、堺役所がそのまま、堺県庁となった。1881年2月、堺県が廃止され、堺は再び、大阪府に編入された。 元堺奉行所跡にはその後も1889年の市政施行から1944年の堺東移転まで堺市役所が設置されていた。当初の場所は不明だが、現名の町割り以後は、車の町東2.3丁特使や町東2.3丁にまたがる場所にあった。堺市立殿場場中学校の名に残る、殿場場の地名は、 武行が乗馬の訓練を行った場所であることから、来ている。松井祐勘石田三成小西樹徳成瀬正茂細井、正成米熱新章朝倉信正柴山正近、長谷川藤弘北見正る中、島田正次、水野主神石川勝正石川俊政水野元重、稲垣茂氏、 佐久間新成山の重吉桑山一家朝野長常、水谷正日、山田俊信稲生保池田聖林小笠原信用坂部秋雪石の範囲至る佐野正親山崎清章、二月聖樹なる瀬聖帝戦国生虎やべ定例、土屋連直黒川森正し、与田正明,松,明松浦正し、小菅正方三宅交際松平正占い、水野信之久世広正や部さ則の後部吉介、義助 曲りぶち、経山水野、忠和、田舎、翠、久乗り、末期の、しげつな、柴田、康直、中野、長風、石ヶ谷、秋木を河村、おさなり、関、雪厚、一色、直春、小舞のぶよし、鳥、忠吉、滝川、元も、長井、真っ逆と、池の光景。ありがとうございます。